はい、皆さん、こんにちは。えー、冒険家です。えっと、動画の方でですね、このスノーシュー、えー、直した、え動画撮ったんですけれども、そうしたら、まあ、いくつかご相談いただきまして、この、えー、スナップファスナーをね、どういう形で使ってるんでしょうかっていうご質問いただきましたので、それをね、ちょっとお答えしていこうと思います。で、スナップファスナーはですね、4種類あるんですね。えー、これがあのー、スナップファスナーと言いまして、こうやってパチってね、止めるやつになるんですけども、 で、これはですね、部品は4種類あります。この、まず、表側と裏側。で、えー、この受ける側のね、えー、裏側と表側ってあります。4種類のものが、まあ、えっ、ー、と、10個ぐらい入って、えー、700円ぐらいかなっていう形なんですね。で、図解するとこうなります。まず、表側の、ね、パーツ。で、この皮が1枚。まあ、この、 これで言うとね、いうところの皮が一枚こうあると、その下にこの裏側のね、パーツが来ます。で、これがワンセット。で、この下の方、下の方がこれね、えーと、これになりますね。これと、これ。これが、えー、下側の裏と思、まあおお、裏と表ってたんかなと。とりあえず、その4種類あるんですね。これをね、A、B、C、D っていう風にちょっと区分けをしておきます。はい。で、それで、 このスノーシューね、見ていきましょう。そうすると、えー、まずですね、この、ベルト側の方ですね。ベルト側の方のパーツはすべて、えー、A と、A を使ってます。A をね。で、この、裏側のこの、ワッシャー。これは、普通のもう市販のワッシャーです。で確か内径が、え4ミリ。で、外径がね、8ミリぐらいだったかな。 だったと思います。そういうステンレスのワッシャーを買ってきて、えー、組んでます。で、この逆にですね、この下側の方、このプレートに絡む方ですね、このね、このプレートに絡む方。これはですね、D。D の、このスナップファスナーと、その4ミリのワッシャーを使っています。はい。で、あの、 ホームセンターで売ってますかっていうお話があったんですけども、これはね、ホームセンターで売っているというよりは、手芸店になります。手芸店でスナップファスナー売っています。もしくはですね、モノタロウの方で、スナップファスナー、あの、セットで売ってますので、そちらで購入されるのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、こんな説明でわかりますかね。もしわからなければまたね、あの、質問いただければいいかと思います。 はい。まあ、それではね、ええー、このクソ高い、あの、MSR 直してね、行ってらっしゃいということで、よろしくお願いします。